みなさんこんにちは。サノンザキサークルサノサノです。じゃ、ジョーです。ヤユちゃんです。あー、コーラ飲んでんだよ。もうね、僕は実は昨日から南西諸島の調査だったんですけども、緊急事態宣言を受けて中止になりました。悲しい。なのでもう今日はね、暇ではないんだけど、なんか博物館にいて仕方なくこの人たちが、この人たちもなんか来てるので、そうだ、神岡ダンゴムシもいるというわけなので、またゆるっと撮影しちゃおうかなって感じです。で、何やんのこれから。水槽。あ、水槽なのね。何これ、ダンゴムシの練習するんだっけ。じゃあ、なんだっけ、バクトン練習するんだ。じゃあ、できたら言って、またこれで撮影するから。今日中にできるようになって帰ってきてね。無理だ。はい、砂場で。じゃあ行ってらっしゃい。え、そう。これは何でしょうか。今ね、あの深海魚で有名なが届いたそうです。ちょっとね、これ剥いてなんか後でみんなで見てみたいですね。楽しみだな。ラブカが届いたそうです。え、ラブカ、やばい。鼻先だけ、ここまでに撮って凝りすぎた、可愛らしい。鼻先だけ、なんか全部剥いちゃうとあれだっていうふうに山さんが言ってる。そうです、ね、とりあえず鼻先だけって。これが鼻だそうです。全然わかんないね、これ。みんなでね、明かりをこう、ほら。そうか、いいですね、楽しみですね。楽しみです。きっとこれから展示されるのかな、ちょっとわかんないけど、ね、楽しみですね。というわけで、いつになくゆるっと撮影していきました。これね、ヤグちゃん、あの魂の帽子先生忘れてきましたね。はい、取り来てください。じゃあ、バイバーイ。